イメージトレーニングしてんのね、うん、なんで顔ついてるの。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は山形県大井沢にある伝承館というところで合算和紙の体験をしてこようと思います。バリアフリーじゃないところもいろいろあるそうですけど、まあ、協力してもらいながら和紙を作っていきたいと思います。ではレッツゴー。なんだ。私がこけそう、なんか。いや、その次の坂かさ。頑張れ頑張れ頑張れなかった。うん、綺麗。とっても綺麗。あ、本当だ。すごい。何これ。この家がすげえ。これマコ撮るよりなんかすごい内装撮ってた。内装撮ってた。え、すごい超綺麗だよ。じゃマコちゃん、木組みが上の天井。おお、本当だ。うん。クマさんいらっしゃるよ。こうすくって、あーそれな、ちょっとしんどい。あ、でもこれでいいんだったらこれでいけるけど、どう？近くてもいい。かかるぐらいかな。大丈夫。大丈夫。うん、あ、いいんじゃないこれ。こっちよりはいいかな。うん、和紙は、コウゾという木の皮からできてます。はい、この子を、葉っぱが落ちた冬に刈り取ります。蒸して皮をめくります。で皮の部分をちょっと乾燥させて、その後、上の2層の黒皮と緑の皮はいらないので、包丁でこそぎ取るんです。そうすると白い皮になるので、これを使って和紙を作っていきます。へはい、めっちゃ手間かかんねんな。すごいね。すくまでが。すくまでが大変な作業なんだ。食べてみる。え？これ混ぜるの？これだけではまたすけないから、ちょっと混ぜて。で、やってみる。うん、ただ混ぜりゃいい。ちゃんと混ぜて、ちゃんと。運動不足になる。肩甲骨から。うん。疲れてきた？おお、すごくない？こういうのを入れます。うん。海苔とかっていう海苔。ねりっていう。すごい海苔みたい。
どうやって切れたら、こうやって切れそうやったらこうやってちょっと切りながら混ぜれそう。え？こういうこと？なんか水を切る。でもやってみようなだから。難しいね。え、待ってないの？混ぜながら切るよ。混ぜながら。なんで顔ついてくんの？混ぜながら。あ、シュレックスか。やり方どっちが好きかは顔あ、でも上手になるさっきってなんかおーすごい、ガサガサしてたのが全然ガサつかずに、なんかこうやったら綺麗な感じつけそうじゃん、うん、イメージトレーニングしてんのね、うん、なんで顔ついてるの？で、まずは少し組んで向こう側、おーやめて、やめてチャカ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 と、うん、薄く薄く薄くすると、うん、もうできた。へー、シュだったでしょ、うん、これ紙、へー、すごい単純、置くのが難しいの、置くのが難しい、へやってみる、うん、こうして一番これは取りやすいようにしてるだけやねんけど、うん、ちょっと右にってして置いてすると紙が落ちに移る、なるほどね、いや、もうできそうな気しかしないできそうな気しかしないすごい器用やもんな、でもめっちゃ器用やもんなびっくりするぐらい器用やないない、職人気質なもんだもん、そうやね、あ、いいね、少し組んで、うん、こっちに倒して倒すだけ、うん、少し組んで、こっち倒す、お水こう、やばい、一緒になんない、お水っぽいもできてる、これ全然見えないじゃ あ, あ一回ガバッと込んでる、うん、大丈夫、これよいしょ、あ、もうちょっと行くよ、いしょ、チャパチャパできそうあ、こう、そうそうそう、これでいい、そんな感じで、また一回伏せてよか、で、こうやってできる、なんかうん、ちょっとやりにくい捨てるの大変、もうちょっとえ、できてんの？できてるじゃあ今度今練習、どんどん熱くなってきたでしょ、白くなってきた、うん、さっきのやつよりすごいでしょ、これうん、熱くなってきた、うん、で、おしまいにするならやけどな、あ、均等ね、して、で、そのままビューってやって、うん、最後お水をポイって捨てたらおしまいと、これが捨てれないよ捨てれない、で、おしまいと、はい、こう、あ、そうで、下から押す、で、ひっくり返す、ここにね、お、やばい、え、ベタって一緒に、うん、つけるの、端ね、ここだけ、あ、うん、で、優しくこっちに、そうそうそう、上手、兄さんの上手さで、ちょっとこう、折り曲げて、この髪をちょっと磨いて、あ、来た、両方全部来た、チクチクってした、あ、来た、じゃあ優しくペロンって感じ、巻かなくても大丈夫かな、体幹はさ、そっか、いけそう、全然大丈夫なんですよ、めっちゃ上手やんか、めっちゃドヤ顔してたんだけど、全然そんな難しさはなかったよ。あ、うん。うん。
違うんだ。流れが滞ってきたら次来る。そうめっちゃ上手やん。やる。すごい。先すぐ巻いてた。ここで見上がるの。何や。わあ、まあ、おいこういうセンスないんだよな。デザインセンス全くないんだけど。それも味。え、これどういう立体でいいの？立体にしてもいいんやけど、あんまりモリモリすると空気が入るから、うん、薄めに。これ押していいの？パフッとパフッと。センスないね。ないか。何表現したの今。パラパラっていかないかなって思って。ああ。塩みたいにね。あんまり乗せすぎちゃダメだからね、そういうの。そうなの、うん、じゃあ公開にしようか。自分が置いた場所に頑張っておかなかんねんけど。私がいつもやってる仕事、それをまこちゃんがやるって言って、すだれとさ、うん、ここなんだよね、こっちも見なかった、そっちなんか無理、あ、ダメ、え、これ、もう無理、うん、優しく優しく優しく、あ、でもまあまあ、多分なんとなく合ってるかも。ちょっとさっきのククがあれだけど。今度は、もっと優しくしないと空気が入りつつやから。優しく優しく。ゆっくりね。まあ、ちょっとボコってなってるから空気が入るから。でも、お、すごいすごいすごい、あ、来てきてる、あ、うん、お、すごい、お、すごい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 、お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 、すごい、お、素晴らしい、すごいすごい、うん、綺麗、できてよかった、よかった、はい、じゃあ最大作ろう、緑めっちゃ出るな、うん。めっちゃ出る、赤入れたらね全然違くなりそう、うん、勢いづいてきたもんね、なんか慣れてきてね。アートいいいいいい、ね、いいよね、うん、ちょっと水色もちょっとあったらいいかもしれない、はい、私がすいた和紙さんが届きました、イエイエイ、早速開けてみましょう。この2枚が普通の無地の和紙ですね。めっちゃちゃんとできてるの見えるかな。字が上手い人になんか書いてもらって飾りたいくらいすごい。やばー、我ながら上出来。じゃあ次、糸を入れた和紙になります。ちょっと光飛んじゃってあれだけど見える？こんな感じ。これもおしゃれ。でもちょっとやっぱほらこの重ねた部分とかがうまくいかなくて、厚いところと薄いところができちゃったなって感じです。いやーでもいいな。
次、そして次、最後に。これめっちゃかわいい。これもう本当にこのまま額とかに飾るだけでもかわいいと思うし、なんていうの、写真立ての背景とかにするのもめちゃくちゃかわいいと思う。ちょっと壁になんか飾るように考えます。初めてにはすごくない？で、ちゃんと無地のやつをこう切るとお手紙用の紙にもなります。すごいおしゃれ、おしゃれやわ。で、今回別にちょっとずっと欲しかったものがあって、作ってもらいました。で、それも届いたのでお見せします。じゃじゃん、わかる？これ名刺入れなんですよ。超かわいい。これも全部和紙でできていて、この折り目とかも全部こう型取って折ってくれたのかな。ほら、こんな感じで見える？すごいかわいい。で、初めはちょっとまだ硬いので使っていくうちにどん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 いい感じの硬さになっていくそうです。私の名刺入れじゃあいや、マジかわいい。え、すごいいい色だしね、かわいい。他にもこういった作品があります。色も、和紙ってこんなに色たくさんできるんだっていうくらい、今までの和紙の概念がもう個人的にはめちゃくちゃ崩れる商品、製品ばっかりで、正直ね、まあおばさんが作ってるやつっていうのもあるけど、いろんな人に知ってもらえたら嬉しいです。気になる方はぜひ神谷作左衛門で検索していただけると Facebook とかにあります。あとは概要欄に URL も貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ちょっと手すり広めだけど大丈夫、またごゆっくり。してきました。いや、やっぱり私のセンスが際立ちすぎていや、もう楽しかったです。県内の人や、まあ、お近くに住んでる人は体験しに来てみてください。では、こんな感じでこの動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。